プラグイン探求。マスミヨシパーツです。マスミヨシパーツ。マスミヨシナオです。今日は、このね、飛び道具なんですけど、シングスバブルスっていうのを、最近セールがしてて、買っちゃったんで、これの紹介をしたいと思います。結構面白いですよ。何かっていうと、まあ、フィルター、とディレイがついてるっていうだけなんですけど、の組み合わせなんですけど、まあいい、とりあえず今ピアノ立ち上げてます。でね、今、これ何もかかってないピアノの方が、これね。で、あ、何もかかってなくないよ。カットオフがかかってね。まあ、カットオフとレゾナンスがあります。まあ、結構聞きがいいでしょ。で、フィルターに対してディレイがかけられる。ディレイをオンにして、まあ、例えば、300。フィルターかけたものにディレイがかかるっていうことなんですよ。まあここまではいいじゃないですか。なんですけど、こう面白いのが、フィルターもね、10バンドまでこう作れるんですね。でまあこのバンドがの被り具合みたいなのはここでスプレッドってところで調節できるんですけど。まあ、とりあえず 50% にしとくと、多分、この一つ目のバンドが、例えば 200Hz だったら、200、300、みたいな感じになるんだと思うんですよ。なんかちょっと面白いでしょ。今、10個のフィルターにしてますけど。もっと少なくてもいいですよね。5つとかね。スプレッドを上げると上の方でも共鳴するとかみたいなことができます。まあここまではいいじゃないですか。で、さらに、ディレイが、ディレイもこれ別々に行くんですけど、例えばそうだな。4分音符に、8分にしよう。こう、ディレイかかるじゃないですか。ここにもこのスプレッドってつまみがあって、ちょっとスプレッド100にすると、このディレイタイムが、この、低い方から、8分音符、4分音符、8点、4分音符、みたいな感じになる。こんな。面白くないですか。で、まあフィードバックとかレソナンスとかにもスプレッドついてるんですけど、ここはね多分ゼロで、何事もなければゼロでいいと思うんですよね。あんまコントロールする意味を感じない。でスプレッドはテンポでやるんだったら100か、マイナス100にすると思う。上からこういくって感じなんですけど、マイナス50とかですか。
ば来なくても。こんな感じになると、へえーっていう感じじゃん。面白くないですか。で、これドラムにかけても面白くて、例えば今キックバーの通知を打ち込んだんですけど、ここにここに入れました、入れました。10バンド多いのにしますね。で、ディレイを入れますね。で、レゾナンス上げるところちょっと、打撃音的なパーカッション系の音色だと、こういう、なんか、なんというか、水っぽい感じなんですよね。なんか、なんかレゾナンスマックスにした時のこの水っぽい感じが、面白くないですかっていうだけなんですけど。あとね、あのランダマイズみたいな機能とかもあって、まあシングス、オーディオシングスのプラグインあるあるのランダム機能みたいな。いろんなものが作れるという感じで、なかなか面白いなと思っています。前2時間 DTM で1回使ったのなんだっけ、深海かなんかのテーマのやつ深海、うん、ですね。で1回使ってますね。個人的な使い方はレゾナンスマックスで、スプレッドも50固定でいいと思うんですよ。うん、まあ、スプレッドかとかお好みかな。で、タイムのスプレッドもお好みで、フィードバックもお好みで、フィードバックのスプレッドは別に変えなくていいと思う。フィードバックだとレゾナンスのスプレッドはね、要は帯域によって、レソナンスの値変えるとか、フィードバックの値変えるとかなんだけど、まあ、低音だけフィードバックさせたくないとか、そういう時に多分使うと思うんですけど、まあどうなんでしょうねっていう感じです。でまあ一応なんかここにアウトプットのボリュームが、ディレイとフィルターのね、アウトプットのボリュームがあって、これバランス取ったりとか、あとダイレクト音とのミックス、あるので、まあ、センドエフェクトで使ってもいいですね。ミックスマックスにしてね。で、このバブルスっていうので、このプチプチのフィルターのバンド数を1から10まで選ぶことができて、まあ、個人的には、まあ、5つぐらいが好みです。まあ、10個あってもいい。いいですね。これはどうですか、うん、
クダムだけなんですよ、この元のと。これが結構なんかこうシャッフルグルーヴみたいなのになったりとかね。まあそれはまあディレイだから当たり前か。だからここね、このなんかね、このちょっと複雑なリズムパターンみたいなのが構築できたりして良かったりしました。はーい、そんなです。今も整理をしてるかどうか分かりませんが、整理してたらもう2000円ぐらいなんで、まあ、分かんないですけどね、今の円安でどうなるか分かんないですけど、まあご興味あればって感じです。じゃあなんかプラグイン面白いのあったりしたらまた紹介していきますので、よろしく。チャンネル登録とかね、高評価とかよろしくお願いします。じゃあね。おやすみよし。じゃあ。